皆様、大変長らくお待たせをいたしました。金曜日の夕刻、大変お忙しい時間帯にもかかわらず、北海道をはじめ、また遠くは沖縄からも大変多くの皆様に駆けつけていただきました。定刻となりましたので、これより鈴木宗男を叱咤激励する会始めさせていただきます。今年も今回の司会は私、鈴木宗男の紛れもない娘でございます、衆議院議員鈴木貴子が務めさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。それではこれより会場後方中央より代表世話人であります松山千春さんともども鈴木宗男が入場させていただきます。皆様、大きな拍手でお迎えくださいませ。
応援させていただきました。皆さんもご存知かもしれませんが、無所属という形で自民党の有望な方々と一緒に戦うことを、まああの頃は中選挙区ということで5人受かる選挙区でした。十勝、釧路、根室、網走、この広い選挙区で普段は、まあ、当時社会党が3名、自民党が2名しか受からなかった革新色の強い土地柄でした。北海道は何といっても開拓されてからまだ百数十年の時でしたから革新色が強かったんです。それで社会党が3議席、自民党が2議席という形でした。そんな中で昭和58年宗男さんが立候補、本来なら亡き中川一郎さんの息子さん、そして釧路は北村さん、網走は武部さん、宗男さんは十勝、釧路、根室、網走の心ある方々になんとか票を入れていただいて5人中4番ということで、カスカスで受からさせていただきました。どう見ても他の候補者は若々しく2枚目の候補者でした。毛が薄かったのは宗男さんだけでした。そんな中、本当にこの人は本当に政治に命を懸けてるんだな。考えてみれば北海道は足野郡、足野町、まあ北海道の東一番近くにある町は帯広、そこから離れた足野という町で人口、当時で、まあ昭和58年当時は2万人近くいたんですが、今6900人。私も一応住民票は足野郡、足野町ですから町民です。俺の同級生が今渡辺というのが町長をやってます。何かあったらすぐ町長に、お前この野郎、高校の時に俺がどれだけお前にカンニングさせた、なかったらお前俺の言うこと聞けよという非常に強権的な町民として頑張っております。宗男さんを国会議員にして横川さんと思っているのは我々だけではなく、多くの全国の方々が、鈴木宗男が国会議員でよかったと思っていてくれるはずです。南は沖縄から
また九州、四国、中国地区、関西、そして東海地区、北陸三県、新潟、東京を中心とする関東一円、東北六県、そして我が北海道のために一生懸命頑張ってくれます。最初は無所属という形でした。なぜ自民党の候補者が3人いますから無所属となりました。皆さんはご存知かどうか分かりませんが、当時三塚博史さん、三塚さんが帯広に来て、鈴木くん、中川くんの子供も出るし、釧路は北村、北見はと言われて、なんとか治めに来ようとしたんです。その時に十勝の青年部たちが、何を言ってるんだ水塚さん、中川一郎先生は俺にもしものことがあったら後継は鈴木宗男だという言葉をみんなが耳にしてました。辛い中、宗男さん立候補してくれました。そしたら本当に北見や根室や網走や十勝の人間が票を出してくれたんですよ。俺も一緒に選挙カーに乗って、鈴木宗男でございます、一生懸命、まあ、あの頃はまだ髪の毛がありましたから、少しはこうやりながら頑張りましたけど、応援者は俺ぐらいなものでした。とんでもない田舎の方へ入っても、宗男さんは鈴木です、鈴木宗男がやってまいりました。安倍さんのおばあちゃん元気ですか、吉田さんのおじいちゃん元気ですか、こんな選挙は、まあ、初めてだと思います。それだけ地元にお世話になっていた鈴木宗男です。なんと議員生活40年、すごいことだと思います。それよりもすごいのは奥さんの典子さん、誠に申し訳ない、うちの鈴木がいろんなバカをやってマラソンをやってるうちは良かったんですけど、別荘に連れてかれることもありました。そんな中、それでもこの日本をなんとか変えたい、そういう思いでここまでやってきました。ロシアがウクライナに侵攻したとき、ロシアといえば鈴木宗男だ、北方四島、またサハリンのガス、これな、衆参合わせて700何十人いるんだと。そんな中でロシアといったら鈴木宗男だ、これは非常に
ありがたいといえばありがたい。北海道出身の衆議院、参議院も北方領土には触れることがない。まして今この状態で墓参団の方々が、いわゆる自分の父母が眠っているお墓に墓参りもできない状態なんです。そんな中、宗男さんはきっといつか頑張って、まあプーチンと殴り合いすることはないと思いますけど、頑張ってやってくれるもんだと思います。俺もおかげで普段コンサートで出会える方々とは違った皆さんとこうしてお会いできるのは非常に嬉しいです。単なるバカな芸能人とは違います。その辺の連中とはちょっと違う関係にあるんですが、無所属、そして自由民主党、また無所属、維新の会、俺はどこにいてもいいんです。共産党以外なら。共産党にいたら俺は怒るよ。常にこの国のことを考え、俺は岸田総理に一言申し上げない。聞く耳を十分持っておられる。そして今まさに経済対策、いろんな対策を打ち出しているんですが、皆さんどうですか。少子化対策、そして子供を持つ家庭の、また老人に対する、そして今現役で働いている皆さん、いろんな政策を打ち出しながらも必ず財源がどこから出てくるかわからないけど、何十億、給付金何十億、何十億。岸田さん、あなたは大きな間違いをしている。母子家庭の子だって別に金が欲しいわけではない。愛情が欲しいんだ。夢が、未来が欲しいんだ。金をばらまいたところで子供たちがまともな大人になるとは思えない。また金をばらまいたからといって高齢者の孤独死止まるとは思わない。全人会じゃなくて心で国民と付き合ってもらいたい。心と心で、あなたは総理大臣、自由民主党総裁、非常に重い立場にある人だ。その人が皆さん一軒一軒のところへ行って、どうでしょう、何をやったらいいんでしょう。そこまで目線を落としてくれたら、銭金で政策を行うということは
恥ずかしいことだと気づいてくれることだと思います。鈴木宗男は残念ながらそんな方ではありません。皆さんに普段からいろんな形で助けていただいて政治活動を行ってます。今月1日皆さんもご存知だと思いますが、宗男さんのそばで一時は働いていたアフリカ・コンゴ出身のジョン・ムルワカがトルコ・イスタンブールへ行く飛行機の中で残念ながら亡くなってしまいました。まあ宗男さんにとっても俺のとこに涙をしながら、ジョンが死んだんだ、中国が今アフリカ諸国にいろいろ手を出してますけど、30年も前からアフリカに ODA いろんな形で支援してきたのは鈴木宗男です。今さら中国がどうのこうの言う話ではありません。ところが時の総理が小泉総理、小泉さんは郵政民営化でアフリカのことなんか全然気にならなかった。宗男さんはアフリカ諸国ずっと回って、日本というのはこういう支援をしていきますから一緒に豊かになりましょうよ、ずっとやってました。しかし小泉総理は何の評価もしてくれませんでした。それでも頑張るのが鈴木宗男です。どうか皆さん、我々が求めているのはもちろん平和であり自由であり、また公平な社会であってもらいたい。給付金、交付金ばらまかれるよりは、俺たちはこれだけ働いたんだからそれだけの報酬をもらいたいんだ、別に国から税金で、はい、この手当てこの手当ていらない、そんなものは。それよりも働いた人間がその成果を正当に受け取る、そんな日本であってもらいたいと思います。俺ももう67になりました。今年68になります。この年になって考えることは貢献です。自分の足の町に俺はどれだけ貢献できるか、北海道にどれだけ貢献できるか、またこの日本にどれほどの貢献できるか、そう思って秋冬のコンサートに出かけていきたいと思います。皆さんの年齢をこうしてみますと、私の諸先輩、また後輩、
の方もいらっしゃると思いますけど、こんな歌を歌いながらパーマをかけたことがあります。パーマが命取りでした。皆さん、パーマはやめましょう。髪を痛めるだけです。ありがとうございます。代表のお世話人として本当にこうしてお集まりいただいた皆さんに感謝申し上げるとともに、幸多かれとお祈りしてます。ありがとうございました。生涯の親友と申しております。大変温かなお言葉をありがとうございました。今日は大変多くのご来賓の先生方にもお越しをいただいております。早速でありますが、鈴木宗男とは昭和58年、当選同期でもあります。元衆議院議長伊吹文明先生、ぜひとも鈴木宗男にしったしった激励のご挨拶よろしくお願いを申し上げます。皆さんこんばんは。いつに変わらぬ松山千春さんの鈴木命のお話を聞いて皆さんも感動されたと思います。お話の中にあったように、もう今から40年前ですね、昭和58年の12月、宗男さんと私は一緒に当選をしました。当時野党も合わせて60人ぐらいいたですかね。今バッジつけて残ってるのは3人だけです。二階君と甘利君と額賀君と、そして宗男さんですね。思い出すといろいろなことがありました。
まあ鈴木さんにどうしても及ばないなと思ったのは、家族が常に信頼し合って助け合って揺るぎない絆で結ばれてるってこと、それからまあ生きていく力っていうのか、エネルギーっていうのがちょっと私はとても真似ができないなと思って、60数人いましたけれども、何か気があったのね、一緒に勉強会をやったり助け合ってずっとやってきました。つまらない政治のトラブルにのとばっちりを受けて、松山さんが言ったように別荘に入った時は一番いい別荘のお世話したのは私なんですよ。それで別荘でどんな暮らしをしてるかなと思ってよく別荘を訪ねたもんですよ。その時にご家族が本当に夫をお父さんを信じてずっと団結をして鈴木さんを待ってましたね。そしてまた政界に復帰して生活力っていうかエネルギーを十分に発揮して今も活躍をしている。まあ先ほど来お話がありましたけれども、中国も韓国も北朝鮮もロシアもこれはもうどんなにけしからんと思ったりつまらないと思っても日本の隣国であることは変わりはないんですね。これは動かせない、誰も地球の上で決まってることだから。だからいざという時に必ずその国と話ができる人がお互いにいなければいけませんね。先ほど来松山さんのお話にあったように、今ロシアのやってウクライナにあったことは決して私はいいことじゃないと思うし、国際法から見てそれは国際社会が自分の国の立場に置き換えれば突然隣から入ってこられちゃ困るのは当たり前のことですよね。しかしそのロシアも日本の隣国だから、いざという時に話せる人は今のところ宗男君しかいないでしょう。ぜひ頑張ってね、これからも髪の毛は私の方がたくさんありますよね。年齢は私の方がうんと上なんですよ。まだまだ元気でやられるから、どうぞしっかりやってください。そして皆さんもぜひ応援してやってください。ありがとうございました。樋口先生、大変温かな激励をありがとうございました。そして今日は公務も大変お忙しい中でありますが、自由民主党総務会長であられます森山浩司先生にも駆けつけていただいております。森山先生、何卒激励のご挨拶よろしくお願いを申し上げます。皆様こんばんは。こんばんは。ご紹介をいただきました自由民主党の総務会長を務めております衆議院議員の森山仁です。多くの皆さんがお集まりをいただいて鈴木先生を叱咤激励をする会が開催をされますこと、自分のことのように嬉しいございます。皆さん今夜は本当にありがとうございます。私は地方議員を23年務めた後、平成10年に参議院選挙に挑戦しました。もう参議院選挙というのは鹿児島県全部
が選挙区でございますから、大変な選挙でした。鹿児島保守王国と言われているのに、参議院で自民党と社会党と1議席ずつ分けているのはおかしいじゃないか。平成10年の参議院選挙が2人区で最後の選挙だから、何としても2議席獲得しなければいけないということになり、当時鹿児島市議会の議長を務めておりました私が自民党の公認候補として選挙を戦うことになりました。初めて国政選挙を戦いました。まさに錦江湾の水を柄杓で汲み上げているような感じで、全くわからない選挙でした。その時に応援に来てくださったのが、当時国務大臣、北海道開発庁長官を務めておられた鈴木宗男先生がただ一人でした。私は感激をいたしました。どんなことがあっても戦い抜こうと思いました。なぜか、それは私と一緒に戦ってくださっていた自民党の候補は鈴木宗男先生と同じ派閥の先輩でした。同じ派閥から出ておられるのに、それを乗り越えて全く無名の新人であった私に鈴木宗男先生は応援に来てくださいました。私はやっぱり鈴木先生というのは人情味あふれた方なんだと思います。政治家にとって何が一番大事かと問われれば、私は人情のある人が政治をすべきだと思います。保守や革新という区別ではない、その前に政治家としての人情があるかどうかということが問われるのではないかなと思っています。今日司会をしておられる貴子さんは自民党の女性議員の中心として活躍をしておられます。お父さんの励ます会の司会を娘さんがやる、素晴らしいことじゃないでしょうか。先ほど伊吹先生が言われたように、家族がしっかり支えてくださっているということが、鈴木先生がいい政治がおできになる原点なんだろうなというふうに思っています。皆さん、どうか今後とも鈴木宗男先生の政治活動にご理解をいただき、ご支援をお願いをします。私は鈴木先生のもとで、日本の政治は人情味ある政治だと言われる政治を作りたい、そう思っています。そのことが日本に生まれ日本人であってよかったと思える国家を作ることにつながるのではないか、そう思います。どうか皆様方の温かいご支持ご支援を引き続き鈴木先生に賜りますように、心からお願いを申し上げ、お話しする機会を与えてくださいましたことに感謝をしてご挨拶といたします。皆さん、よろしくお願いいたします。森山先生、ありがとうございました。森山先生からの温かなお言葉、今会場からもスタンディングオベーションで拍手が送られていたところであります。また今年は森山先生も議員在職25周年を迎えられましたことを重ねてお祝いを申し上げさせていただきます。そして続きましてご挨拶をいただきます、この方も国会議員在職25年の表彰を受けられました経済再生担当大臣であられます新藤義孝先生、ご挨拶よろしくお願い申し上げます。
宗男先生、進藤先生は本会議場のご挨拶の中で、生きている力を与えてくれているのは愛する妻千秋、そして子供たち、かけがえのない家族がいてくれたからだと、奥様に本会議場からのラブレターを読み上げられたことでも一躍時の方でございました。それでは進藤大臣、よろしくお願い申し上げます。ご紹介をいただきました進藤でございます。この度経済再生担当大臣拝命しておりますが、大好きで尊敬する杉村先生の、今日のこの集いに、私も鈴木先生の指導を受けた者の一人として皆さんに御礼を申し上げたいという思いで参りました。私が初めて当選してご縁があって、当時の小渕派に入れていただきました。平成研究会、まだ竹下先生がお元気で、小渕先生がいらっしゃって、橋本龍太郎先生がいらっしゃって、野中先生がいらっしゃって、その中で新人議員の私を教育係になっていただいたのが宗男先生でございます。まあ今も変わらず、でも当時はもっとすごい勢いで走りまくってました。一体いつ寝るんだろうっていうぐらいのすごい勢いでこの活動されて、そのパワーに圧倒されながら、死んだか、こすんだ、あすんだ、大丈夫かって、まあ散々ですね、鍛えていただいた。で、時には厳しく叱られました。ですからもうそういう意味で、今私がですね、国会に行って議員たる者、どういうふうな活動すべきか、どういう志で頑張るべきか、それを身をもって見せていただいたのが宗男先生でございます。ですからもうあらゆることを超越して、私たちは仲間として、そしてみんなでですね、この志を同じくる同志として政治の場で仕事させていただいております。まあ、幸いにも私も厳しい選挙をくぐり抜けながら、25年の先ほど表彰をいただきました森山先生の翌月が私でございまして、そういうですね、まあ、まさに稀有な存在といいましょうか、実は、25年の表彰を受ける人、これ、まあ、その期間が経過すれば必ずいただける表彰なんですけど、驚いたのは明治23年以来6780人が日本で国会衆議院議員になった人です。明治23年の国会開設以来、一度でも何度でも、とにかく人間として衆議院議員になったのはこの6700人なんです。だけどその中で私で453番目、ですから宗男先生はその前にもうずっと前にいただいてるわけですから、日本の歴史の中でこの全体の一割もいないんです、国会議員の中で。それは続けることがどれだけ大変なことか、宗男さんを見てれば、宗男先生、まあ普通じゃありえないと思うんだけど、いろんなことが起きながら全部跳ねのけて政治一筋に頑張ってこられる。これはもうそれをぜひですね、私の皆さんにあと一緒にエールを送りたいというふうに思うわけであります。そしてどこにいても、私はもう10日を超えてですね、おいでになればとにかく喜しくなっちゃって、何でもやっぱりご一緒させてもらいたいと思いますし、忘れられないのは、私が選挙が厳しい状態の時に1期生2期生おいでいただいて、涙ながらに突然わーっと来て、皆さん進藤頼むって言って、もう泣きながら応援していただきます。人のためにここまで一生懸命になれるんだと、政治がこういう人が引っ張ってるんだということを教えていただいて、私もその爪の垢を煎じて少しでも近づけられるように頑張りたいと思った次第であります。ぜひこれからますますご活躍されると思いますし、このご夫婦でこの作られた孝子さんがお父さんをさらにしのぐパワーで今ですね頑張ってるわけでございます。今私たち同じ政策研究会でやってもらってます。どうぞ日本の国を元気にするために、鈴木宗男先生にますますのご活躍をお願い申し上げまして、そして今日は皆さんお出ましいただきましたことを私からもお礼申し上げまして、ご挨拶開始させていただきます。ありがとうございました。大変お忙しい中にもかかわらず、進藤大臣ありがとうございました。
続きまして、毎年このパーティーにもお花を添えていただいております。鈴木宗男の表の表も裏もよく知る人物といえば、鈴木宗男の主任弁護士も務めていただいております、廣中純一郎先生ではないでしょうか。廣中先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。広中でございます。まあ、こういうところに弁護士が出てくるとなんかちょっとこう嫌な感じしてですね、さっきから出てます別荘生活になった一因はですね、私の力が足らなかったということだとつくづく思っております。まあ、しかし無罪で取ったこといくつもあるんですけども、裁判官の当たり運が悪いとですね、なかなかうまくいかないこともあるんですね。で私はやっぱり日本の裁判の問題、特に刑事権の問題はやっぱり99% が有罪になっているというこのことだと思うんですよ。でこれによってですね、その検察はもういろんな手を尽くして、もう違法なことをやってでもその起訴したものはあれ強引に起訴し、強引にそのもう有罪を持っていくということをやるし、裁判官もなかなか無罪判決をかけないというこういうことがあると思うんです。でこの間ついに昨日帰ってきたんですが、そのイタリアに弁護士会の調査で行ってきたんですが、まあ、聞いてみるとイタリアではですね、無罪率が3分の1だったんですね。 33% 無罪、 33% 無罪だったらですね、検察の裁判官がですね、その事件のことを真剣に考えてこれはどっちなのかというふうに思うと思うんですよ。だから 99% 有罪となるとですね、まあ、自分の頭では考えなくて、これ何が何でも有罪しなくちゃいけないという頭で最初から考えてしまうと思うんですね。で最近私特捜検察の正体という本を出しました。でその中でですね、検察の手口20というのを全部書いたんですが、その本が出たちょうどその時にですね、読売新聞が広島の加部さんの事件でのですね、検察のやり方を全部暴露したんですね。そのやり方っていうのは要するにお金をもらった方々に、あんたは起訴しないから、というのは検察の言う通りにしてくれと、そうしないと人目に合わせるぞということを言って、まずその調書を取る。で調書を取ったら今度はシナリオを作ってですね、この通りに喋ると、喋れなかったらお前調書と違うことを書いてるんだから偽証になるよと、こう言ってやって、ところがその検察審査会にひっくり返ったもんですから起訴して、でもその権利や信者もみんな怒って、まあ、その裁判あちこち私も一件やってますが争ってるわけですね。まあ、とはいえ言いたいことは、その検察がそう言っても強引にその嘘の供述書を作るし、今度はシナリオ自由もやる。それは実は私のその書いた本にそっくりそこと書いたんですよ。私の本のためにもそのこのことがその嫁氏が暴露してくれたらと思うぐらいなんですね。でその本の中心がやっぱこの鈴木宗男さんの事件なんですね。もうこれは具体的にもう私はそのシナリオで全部入手してですね、そのシナリオ通りに尋問された供述した方々がいかにその自分の真の記憶と違ったことをですね、検察に喋らされたかということを事細かに書いてあるんですが、それでもやっぱり裁判所はなかなかその現在はその冤罪争っている最新の正規裁判の最中ですけども、それをまだ出そうとしない。で僕はね、その宗男さんがまあずっと一緒にまあ裁判やってきてるんですけども、これはもう単にもうとっくにも別荘生活終わっちゃったんですから、ある意味じゃもう諦めてもいいわけですけども、僕はその単にその自分の裁判がどうのこうじゃなくて、こういったその日本の司法の現状、歴史をですねちゃんと改めさせなきゃいけないという、もういわばその司法をですね教育するために、指導するために私と一緒に戦ってくれてるんだなというふうに思ってます。まあそういうことで私も鈴木さんのご家族含めたことにも大変もいつも感銘を受けているものですから、もうとことん裁判で鈴木さんと一緒にやるつもりですので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。廣中先生、ありがとうございます。弁護士の廣中先生のお次にご挨拶をいただきますのは、鈴木宗男が生涯の戦友と評させていただいております、元外務省主任分析官、そしてまた大谷総一長参加でもあられます佐藤正美先生よりご挨拶を頂戴したいと思います。佐藤先生、よろしくお願い申し上げます。
鈴木孝子先生、先生って言われるとなんか拘置所に入った時のことを思い出しますところで3週間前に角川恒彦さんと食事したんですけども、佐藤さん、今拘置所では先生ってなんか呼ばないようにしてほしいよね。少しその先生って呼ぶのおかしいんじゃないかと、佐藤さんとかあの鈴木宗男さんが言ってるのが影響したんじゃないかと、この辺もチェックしてみたいんですけども、世の中に影響を与えてるかもしれません。さて、まず松山千春さんから室岡さんの話があったんですけどね、ちょっと思い出したエピソードがあるんで紹介しておきます。僕2023年の10月に保釈になって、それ作家として活動するのが2025年の5月ですから、それまでの1年半ぐらい結構ブラブラしてたんですね。その間実は鈴木先生の話の後、室岡さんとよく会いました。彼からサソリの話があって、それ彼はね、鶏の唐揚げが好きなんだな。だからよくその唐揚げ屋さんに誘ってくれて話をするんだけども、こんなエピソードなの。朝起きるでしょ、土下座してる男の人がいるんだって。3回ぐらいあった。村岡さん、お金貸してください、うちの事業は回らないんです。鈴木さんのところから裏金あなたのところにたくさん流れてるんでしょ。それからある時ね、彼は大学のクビになっちゃうでしょ。それだから畑を借りて、畑で芋とか作ってるわけ。そしたら明らかに重機かなんか使ってものすごい穴が開いてる。これもワイドショーかなんかで室岡のところに金塊で蓄えられてると、鈴木の裏金が、こういう話があったんで。じゃあとね、もう一つ、室岡さんというとこの中で鈴木宗男事件の頃を覚えて訓練になって暴れてる室岡さんの画像を結構覚えてる人もいると思うんですよ。あれはひどい話でね、実は僕自身も NHK の政治部の記者に言われたの。佐藤さん、そろそろ煮詰まってきてるんでカメラ開けるのは気をつけてくださいと。とにかく佐藤さんが暴れてる映像が欲しいんで、間違えたふりをしてカメラをこめかみに当ててきます。そうすると痛いと言って手を挙げるでしょ。そしたら殴りかかろうとしてるっていう絵に編集されますと。だから絶対に肩より上に手を挙げないこと、どんなことがあっても。それから笑わないこと、笑った場合には不敵な笑いを浮かべていたっていう形で編集されますと。じゃあ笑わずにそれで、でもこめかみでつつかれるっていうのはそれからしょっちゅうありました。室岡さんの場合はね、息子さん、アフリカの伝統で尊敬する人の名前をつけるから宗男君っていう名前なんですよ。宗男君がメディアスクラムで踏まれちゃったの。 その上みんな人が乗ってきそうになったから、お父さんがこうやって、お前ら何をやってるんだと、そういうふうにやってるところの画像を撮られたわけ。それでね、室岡さんはこれユーモアセンスがあるんだけども、そこの民放の女性社員、お前が今うちの息子を踏んだな、画像を撮るためにやったなと、今お前にアフリカの呪いかけた、アフリカの呪いすごく効くよ、こういうふうに言ったんです。そしたら2週間後にその女性記者が訪ねてきて、室岡さん、どうもあれから調子が悪いんですと、夜よく寝れないし気持ちが悪くなったりしてと、そのアフリカの呪いが効いてると思うんで呪いなんとか解いてくださいと。そしたら室岡さんやっぱり優しいから、なんかまじないのふりをしてですね、はい、もう呪い解けたから大丈夫だよと、こんな話をしてた。それで彼が言ったのは、外務省があれだけお世話になってたんだけども、でも佐藤さんが鈴木先生を裏切るほどしなかったっていうのは本当に良かった。先生はそこのところ信頼してたから僕もそう思ったけど、もし佐藤さんの裏切るようなことがあるんだったら、室岡さん自身が自分が一人のアフリカ人として、日本人ってどういう人たちだろうと、日本の外交官っていうのは本当に信じることができなくなっちゃった。だから佐藤さんが頑張ったっていうのは僕にとってもすごく意味があるんですよ。僕と日本人の関係、もうこういうふうに言ってましたね。で、散々その外務省は彼に頼ってたんですよ。ところが最後は偽造要件なんていう大嘘の話でね、陥れたりと。でもいろんなことがあるものだと思いました。で、去年のこのセミナーで、要するにウクライナ戦争そう簡単に片付かないよと、ロシアが負けることがないよと、その通りでしょ、今の彼。要するに
ロシアが勝つ可能性はある。しかしウクライナが勝つ可能性は皆無。それはウクライナが掲げている目標がクリミアを取る全土の回復だから。しかももうウクライナが弾がなくなってる。それでね、ここで考えてほしいのは、ロシアの GDP ってアメリカの10分の1なのね。アメリカの GDP の2割って実は医療費なんです。それ私6月の26、7日に腎臓移植手術を受けたのね、ドナーの家内で。そうすると免疫抑制剤を飲むと、その関係で免疫抑制剤を飲むと膵臓からインシュリンが出にくくなるんです。それからステロイド剤も飲まなきゃいけない。これ10月までなんだけどね、11月からだいぶ量減るんだけど、そうすると血糖値が上がる。それで一時的に薬物性の糖尿病になってるんです。それで1日3回インシュリンの注射をする。このインシュリンの注射でね、保険適用になるから月4000円。アメリカだと皆さんいくらだと思う？月70万円。アメリカは今風邪ひいても最低2000ドル、円安になったら30万円ないとお医者さんで見てくれないもんね。こういうのがアメリカの GDP に入ってるわけ。ウクライナはもう玉切れになってるでしょ。西側連合、主としてアメリカが全力で支援してるんだけども、アメリカの GDP の10分の1、アメリカの医療費の2分の1しか金のないロシアがなんで5分で持ちこたえてるの。それはロシアの GDP が小麦とか石油とか天然ガスとかそういったものによって裏付けられてるからだよね。だから GDP って指標はもはや戦争になった場合国力を表す指標じゃなくなっちゃってるっていうのが今回の戦争のすごい注目点だ。それでね、アメリカのバイデン大統領は、実はウクライナは弾が全然ねえんだ、俺たちもほとんどなくなりかけてる、だからクラスター弾使わざるを得ない、こういうふうに言ったでしょ。ロシア人たちびっくりしてた。確かにアメリカに弾がないっていう話は聞いてたんだけども、これは自分たちに余裕がないって見てて、我々をちょっと油断させるつもりだったんじゃないかと。ところが大統領が言うからな、本当に弾がないんだなと。でもそんなこと言うかと、もうウクライナには全然弾がないと。それロシア人も驚いてましたね。これもロシアの軍産交代って国営産業でしょ。で鉄も取れるでしょ。それ硝石も取れるし硫黄も取れるから自分で火薬も作れちゃうし全部できちゃうのよ。アメリカの場合はできるよ、できるけども、火薬工場が前5年ぐらい前に壊れちゃったとは環境の問題があるんで、地域住民との関係で再び再開発できないとか、あるいは生産ラインを増やしてくれていても民間企業でしょ、関連の予算だよね。そうすると生産ラインを増やしても戦争が終わったら注文があるのかどうか分かんないと、それじゃできませんと。今ある生産ラインのやつは全部買ってくれるわけだから、こんなふうになっちゃうわけで、この戦争に関してはロシアが優勢な状態が続く。そこでね、我が日本が岸田政権、なかなか客観的に見るとうまい対ウクライナ戦争への姿勢を取ってると思う。例えばゼレンスキーさんのところに3月に岸田さんが言ったよね、ウクライナが一番欲しがってたのは軍事支援だ。で岸田さんが挙げたのはまず必勝しゃもじだよね。木のへらにがヨーロッパ人がすると悪魔の文字みたいなのが書いていて、それでこれで日露戦争の時ロシアに召し取ったからこれで勝てますと。これはびっくりしたと思う。鈴木先生と一緒にロシアのここの臨時代理大使と会った時に、臨時代理大使があれはすごいしびれましたねと、日本ではアニミズムがまだ生きてるっていうことなんでしょうかと、こういう雰囲気だった。要するにアフリカの方のこのブードゥー教の人形にすごい呪いをかけたんだと。この人形持ってれば戦争いけますよっていうのと大体一緒だよね。これやっぱりしびれちゃうんで、
7000キロ来てこういうものをくれたっていうのは何か別の価値体系の中にいる人だなっていうことを強く印象付けたと。これが意味だったと思うよ。それからあと NATO の共通基金を通じて40億円日本が拠出する。ただし殺傷能力のある兵器を除くと。こういうことだよ。40億っていうと私たち一人一人のお財布から見ると大きいよね。ただこういった時は何と比べたらいいかって言ったら高速道路の建設って比べるといいと思う。高速道路1キロ作るのに大体皆さんいくらかかると思います？全国平均で53億円だから高速道路800メートル分ね。日本の国力と考えてこの支援を大きいと見るか小さいと見るか。だからロシアが反発しないのも当たり前だよね。高速道路800メートル分だから。で5月にゼレンスキーさん来たでしょ。これで総選挙いけるんじゃないかなっていう雰囲気も一部の新聞にはあったよね。あの時はウクライナの借款78億円を返済延期すると。要するに闇金というところのジャンプってやつだよね。上げるまでじゃないわけだよね。それから自衛隊の輸送車両を100両。ただ自衛隊ってさ廃棄したものしか渡せないんだ。あれ廃車になったやつなの。使い尽くしたボロ車、それ100台。あとね食料3万食っていうんだけども、どう思う？3万食一人で3万食って言ったらすごい大変だけどさ、1個大体って大体300人ぐらいだよね。3個大体で900人だから、違う、1個中体300人だから1個大体で大体900人ぐらいですよ。でざっくり1000人としてさ、1大体3回飯を食えば10日分。これで日本国の国力と比較してどうかな。しかも自衛隊の携帯用の食料でしょ。あれ和食が中心だからさ、米とか筑前煮とかひじきとか塩昆布とかそういうのだよ。ウクライナ人食べるかね。心がこもってると言えるかな。こんなそれからあとね、さらにウクライナの内務省用にこの使わせて回路を上げてるの。5月でしょ、回路使うか。ウクライナが反転攻勢をしてロシアを追い払うって言ってるわけでしょ。すぐに決戦だと越冬しろっていうメッセージになると思わない？お前らすぐにできないからこれ冬になって越冬しろっていう。私が外交官だったら絶対そんな失礼なの渡さないで。でもこれ越冬しろっていうメッセージが出ちゃうよね。しかも春残ってた貝をさ冬になって使おうとしてカチカチになって使えなかったことは皆さん経験ない？だから心こもってないね。プラス驚いたのは西南万年筆ね。私結構万年筆好きで万年筆フリークだからさ、西南万年筆のホームページ見たの。そしたら漆塗りで1本20万円するペンを広島サミット用に8本提供しました。20万円のお土産っていうのはなかなかのもんだと思うよ、首脳会談でも。でも8本だと G7-6-1 でしょ。岸田さん自分には出ないから6本でしょ。 EU から代表が2人来てるよね。だから8本って、それで数字があるんでゼレンスキーさんのことないっていうことだよね。お土産で差つけるのどうかな。わざとか意識しないか。でもこの場合意識しない方が怖いんだよ。どうしたって意識しないとさ強制もなかなか不能だから。だから口先とは言ってメディアでロシアのこと厳しく書いてるんだけども、ウクライナの支援ってやってないに等しいぐらい。いや復興支援たくさんやってますと。復興支援はウクライナが勝つことが前提だから。今のところ数字進んでるけど勝ってから出るお金で、勝たなきゃ全部ゼロから考え直しましょうって話だから、かなりしたたかな外交やってるぜ。しかも1月から7月までの財務省の統計見るとさ、ロシアからの穀物輸入5倍に増えてるんだぜ。日本穀物に関しては制裁かけてない。おそらく商社が転売してるんだよね、東南アジアに。それから医療機器は8倍に増えてる。
あとこの前これは日本の新聞にも出たけども、ウクライナが日本タバコに対して文句つけたでしょ、戦争支援企業だと。純益の4分の1以上がロシアから出てるわけでね、その大株主は財務省の理財局だから。そういうふうに考えると日本の対ウクライナ戦争に対する姿勢っていうのは、実は鈴木宗男さんはよく親ロ派だとか言って叩かれるんだけども、実際にやってることは鈴木さんの言ってる流れの枠内で力の体系、利益の体系のところではやってるよ。ただ今回一つだけまずいなと思ったことがあるの。これは林前外相がウクライナに行ったとこ、ちょうどゼレンスキーさんが、あのその後もうみんな見えたと思うけども、ゼレンスキーさんの国連演説でポーランドとの関係もめちゃくちゃになっちゃうし、それからグローバルサウスの国ほとんど議場にも来なかったでしょ。ああいう状況の時、岸田さん、あの林さんが三木谷さん連れてっちゃうから抱きつかれちゃったわけだよね、ゼレンスキーさんに。日本は何かやってくれるんじゃないかと。これはまずいなっていうことなんだけども、内閣改造があって上川さんになったんで、あれは林さんが政治家として俗人的にやったことですっていう形になっちゃったね。だからもう一回ゼロベースでスタートになるっていうんで、これは非常に良かった。それロシアから知らないのが出てるんだよ、上川さんに。上川さんの記者会見で、これロシアの深読みだと思うんだけどね、平和条約交渉、北方領土問題をやはり解決したいと、あと第一義的に墓参を復活したいと、これイズベシチャって新聞に書いてるんですけど、カラーシンっていうちょっとショーン・コネリーみたいな雰囲気の男なんだけどね、あの昔外務省の次官をやっていて、川が書いた中の準備した人、今は上院連邦院の国際問題委員長。それでその人が日本がアメリカの政策に従属しているっていうことだけだったらそれは対日関係の改善はやらないぞ、何かアメリカと違う独自性を示せるっていうことがあれば我々にも動きようがあって知るのが出てるのね、はーはーとはっきりしてきたと。墓参の関係で何か日本から一つ知らない出せばいいんだ。例えばね、天然ガスを買い続けるっていうことでもいいと思う。これ日本が天然ガス買わないってことはないから。あとちなみに広島ガスは 50% がサハリンからガス買ってるからね、岸田さんの選挙区だから。そこの工業民生に死活的に重要なのはサハリンのガスだから、これ簡単に変えられないよ。そういったことを含めてこのガスを日本が買い続けるってことをきちんと言えば墓参に動き出すかもしれない。あと僕はちょっと心配なことがあって、これ鈴木宗男先生のお願いなんだけども、さっき伊吹先生がおっしゃってたこととつながるんだけども、去年の2月に戦争が始まってもう1年7ヶ月経つでしょ。日本の国会議員とロシアの国会議員って一度も一人も会ってないんだよ。日本とロシアは戦争してるわけじゃないから、これは異常な状態で、鈴木さんの場合はロシアがやってることは良くないと、これは侵攻なんだと、ここのところ日本政府の立場にまさに立ってるわけだから。ただしそれにはロシアにはロシアなりの言い分はあるでしょうと、そこは聞きましょうと。日本政府は日本政府の立場があるけど、そして制裁をかけてない部分ではいろいろ協力できることがあるし、現に民間も協力してるんだから、あと人道分野ね、こういったことでやれることをやっていきましょうということなんで、私はね年内にぜひモスクワに行ってほしいと思う。それでモスクワに行って今言ったカラーシンっていう人、これが一人キーパーソンだけど、カラーシンさんと鈴木さんは旧知だから個人的には面識があるから、カラーシンさんの面会を断ることはないと思う。ただしもし面会を断るっていうことがあれば、それはクレムリンが要するに今日本の政治家とはたとえロシアに対する理解を示している鈴木とでも会う、タイミングではないと判断してるっていうことだから、ロシアが強硬だっていうことが分かるわけね。だから
日本を担当しているルデンコ外務次官とか、あるいはカラーシンさんとか、そういうようなラインに入っている人を含め、あとワンクッションでコサチョフさんとかプーチンと会えるようなこの窮地の人たちと、その辺の人たちと実際にその会う段取りっていうのを進めてみると、それに対する返事を見るだけでもロシアの姿勢が分かると思う。でもしそういった人たちが喜んで会いましょうということになるんだったら、ロシアは日本とのチャンネルをちゃんと維持すると、こういうことを思ってるということだと思う。とにかく誤解から日露間での戦争になることは絶対避けないといけないんで、ここのところは鈴木さんにしかできない仕事があると思うんで、その時に一部の世論やあるいは日本維新の会からもすごい逆風が来るかもしれないんだけども、これは私も論壇で頑張るし、皆さんも声を上げていただいて対話チャンネルを維持することは必要なんだと、それは鈴木さんにしかできないから、それやってもらうことが国益なんだと、そういう声を出していこうではありませんか。鈴木先生よろしくお願いします。先生と呼べないとなると、佐藤大先生というのはいかがでしょうか。佐藤大先生ありがとうございました。そしてお忙しい中この方も駆けつけてくださいました、日本維新の会代表になられます馬場伸幸先生、よろしくお願いを申し上げます。皆さんこんばんは、日本維新の会馬場伸幸でございます。今日はもう恒例となりました我々の大先輩であります鈴木宗男議員を叱咤激励する会と、たくさんの方にお集まりをいただきましてありがとうございます。まあ、私たち日本維新の会の若い議員はですね、常日頃から鈴木宗男先生に叱咤激励されてますから、もう厳しいご指導をいただいてですね、日々学ばせていただいているということを皆様方にご報告させていただきたいと思います。私はご案内のように地元は大阪でございます。大阪ではね、今関東東京の皆さん方にはあんまり触っていないかも分かりませんけれども、まあ阪神がアレをしましてね、もうねこれ関東で今お話したら結構分かっていただけるんですけれども、2ヶ月ぐらい前にですね、関東の皆さん方と今年は荒れしそうですよと言ってもですね、馬場さん何言ってるんですかと言われたんですけれどもね、やっと関東にもこの荒れという言葉が伝わってまいりまして、まあ、非常に喜ばしいなと。パリーグの方ではこれ同じく関西の球団でありますオリックスが優勝いたしまして、まあ、これ阪神対オリックスの日本シリーズになりますと関西ダービーということでですね、まあ、偉い先生の試算によりますと1000億円以上の経済効果があるというふうに言われています。で、まあ、それはどちらもいいんですけれどもね、私がこれなぜ申し上げているかといいますと、実は阪神タイガースというのは18年ぶりにアレをしました。その前は20年前、西暦で言いますと2005年と2003年なんですね。これね、偶然かも分かりませんが過去2回は衆議院が解散をされています。ですからね、阪神があれをすると我々が無職になるというのがねセオリーになってきていますんで、今回どうなるか分かりませんけれども、日本維新の会も皆様方のおかげでぼちぼちとこの支持も上昇傾向にあります。今度の衆議院選挙の目標は野党第一党の議席をお預かりすると、これを大きな目標として掲げさせていただいています。まあ、そのためにはですね、皆さんやっぱり北海道はもちろんですけれども、全国にファンを抱えておられる鈴木宗男大先輩の働きなしではですね、野党第一党の席をお預かりすることはできないということでございます。まあ、ぜひですね、いつも選挙の時には我が身を捨てて
全国を走り回っていただいて、我々を励ましていただいている、サポートしていただいてはおりますけれども、いよいよ次が勝負どころになってまいりましたので、ぜひ鈴木大先輩、お体を大切にしていただいて、もう衆議院選挙が終わったら燃え尽きていただいても結構ですからね、もうこの衆議院選挙大一番、ぜひ今日お集まりの皆様方にもご支援を賜りますように心からお願いを申し上げまして、御礼のご挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。馬場代表、ありがとうございました。鈴木宗男からの謝辞に入らせていただく前に、電報をご紹介をさせていただきたいと思います。鈴木さんを支えてくださるお集まりの皆さん、森喜朗です。本日いつも通り出席しご挨拶することを楽しみにしていましたが、背骨の圧迫骨折により入院中のためお伺いできませんことを申し訳なく思います。ウクライナ問題で私と鈴木さんは同じ考えです。ウクライナだけが良くてロシアが悪いという一方的な価値観には同意しません。日本とロシアとの間には平和条約締結、北方領土問題など解決すべき問題があり、日本の立ち位置を考えなくてはありません。私も鈴木さんも日露関係の将来重要性を考えて行動してきましたし、これからも進めてまいります。皆さんのご理解をよろしくお願いいたします。鈴木さんに今後ともご支援を私からもお願いをし、ご挨拶といたします。元内閣総理大臣森喜朗、森喜朗元総理からの祝電を配布させていただきました。大変ありがとうございました。それではお待たせをいたしました、初当選から40年を迎えさせていただきました鈴木宗男より、心からの感謝のご挨拶を申し述べさせていただきます。今年も皆さんのおかげで叱咤激励する会開くことができました。先ほど松山さんのお話にもありましたが、昭和58年初当選から数えてちょうど40年目であります。かけがえのない北海道の皆さん方はもちろんでありますが、いつどんな時でも何があっても、俺は、いや私は鈴木宗男だ、こう言ってくれる方々に万感の思いで心から感謝御礼申し上げます。ありがとうございます。2万円の会費をいただきながら、ペットボトルのお水一本ですから申し訳ないなと思いし、さらにはもう開会から1時間15分も経っておりますから、私も30分ぐらい喋ろうと思っておったんですけども、大幅に短縮しなければいけないなとこう思いながら今皆様方のお顔を見ております。会場広いもんですけども、ちょっと申し訳ないですが、柳井さん立ってくれますか。女性の柳井さん立ってくれましたけども、浦安商工会社の会頭を務めた方ですけども、女性経営者ですね。今からもう30年近く前、野中先生のもとで私は柳井さんにお会いしてですね、いろいろご指導をいただきました。今日こうして来てくれてくれる、あるいは意にようにお支えをいただける、本当にありがたい限りであります。仲間の皆様ともそばにおられますのでですね、本当に心から熱くお礼を申し上げます。また奄美の方からも来てくれてる人もいますし、沖縄からもたくさん来てくれております。私は誰よりも沖縄と向き合ってきた政治家だと自負しています。
があって対馬丸記念館があって今や当然のことのように思われますけども、あの対馬丸の発見でも、あれは1998年ですけども、小渕内閣、いや失礼、橋本内閣の時で、当時の厚生大臣小泉さんは対馬丸の発見に反対したものであります。私が大臣になってキャン・セイエさんという辻間丸遺族会の会長さんが来て私の大臣室で土下座しますされました。下地幹雄大臣氏は一緒でした。下地さんも土下座されましたね。鈴木大臣、今まであまたの大臣に頼んできたけども誰もやってくれない、鈴木大臣ならばやってくれると思って来ましたと言って涙流して頼まれました。私はこういう性格ですから、キャン・セイ会長さん、分かった、下井さん、分かった、頭上げてくれ、立ってくれと言ってですね、席に着かしてできるだけのことをやりましょうと言いました。閣議で提案したら小泉純一郎さん反対しましたね。鈴木さん、先の大戦では3000隻の船が沈んでる、1隻探すと他の2999探さないといかん、できない、探さないのが一番だと平然と言われました。私は小泉さんにちょっと待て、先頭で沈んだ船はある種海が安寧の地だ、しかし学童疎開船は違う、貨物船で基準をつけてなければ爆弾も積んでないわけですから、学童疎開船は別でないかと私は迫りました。そしたら小泉さんはじゃあ勝手にやってくれとこう言われましたね。やっぱり小泉さんの感覚は我々とは違うなということを感じました。私も意地がありますから、分かった、やってやろうということで閣議の場で私は短歌を切ってですね取り組んだんです。9月の話でしたけども、12月の4日にですねこの対馬丸発見できました。海上保安、失礼、科学技術庁が持っている深海1万メートルまで潜れる船がある、これは昭和55年6年中川一郎科学技術庁長官で私が秘書官の時につけた予算でありますから、科学技術庁が協力してて2年間その船が埋まってるんです。日程入ってるけども開けてくれました。12月2週間それで一発当てましたね。資料も防衛省からもらいました。私は防衛省の時間3回やってるもんだから、制服も事務官もみんな協力してくれました。ペンタゴンに資料がある、当時の 風速が何のと、ドルフィン魚雷艇のスピードが何のと、辻間丸のスピードが何のと、全部資料を持ってその深海に乗せたら一発当てましたね。私はたまたま大臣で会って巡り合わせでその仕事のチャンスがあって実現したことをですね嬉しく思っています。沖縄に県道104号線越えという海兵隊の実射訓練あります。155ミリ榴弾砲です。これは村山富市総理がクリントン大統領と決めてきた話です。平成7年の1月の23日ですか、当時の防衛庁長官は伊藤誠一郎さん、総理も長官も大臣も大分ですよ。大分に非常隊中立派な演習場だからそこで受けると思ったらみんな選挙に影響するから受けない。年が改まって平成8年橋本さんが総理になりました。1月4日でしたね。私は今でも村山さんが元気なうちに聞きたいことがあると思ってるんです。1月4日伊勢神宮にお参りして、お参りした夕方帰ってきて辞任表明ですから、伊勢神宮に何をお参りしたのかというのをですね、眉毛なければ一応寝ないぞという意味も込めてですね私はお尋ねしたいものだと思うんですけども、橋本さん
困った困ったという顔をしてました。私は分かったと思って総理に私を受けます。私の別会の八尾瀬別というところにですね、海兵隊の訓練を受けたのです。選挙区でも大反対でした。うちの父が出なくなるだとかですね、騒音で大変だとか、私も落選覚悟でしたけども、当時その演習場を抱える町の町長が佐野さんという町長で、この町長は偉かったですね。鈴木先生が落選したならば私も町長を辞める、そのぐらいのつもりで鈴木先生と一緒に頑張りますと言ってね、丹が切ってくれましたね。受け入れを決めて官邸に行った時、平成8年の12月のあれ23日だったと思いますけども、橋本総理に、総理うちで受けますと言ったら、あのポマート総理大臣が深々と頭下げてくれました。胸ちゃんすまんと言ってくれましたね。同時に町長に声を言いました。町長さん、何でも言ってください、別会のことは何でも聞きますと。もう最大のリップサービス、リップサービスではなくビッグサービスでしたね。しかしこの佐野町長は偉かったです。総理、総理に頼むことは何一つありません。鈴木先生がおりますから全部鈴木先生がやってくれます。橋本総理、ただ頭下げましたね。私はこの町長のね、一言というのは重かったなと思って今でも感謝しています。ただこの町長一つだけ総理に頼みました。総理、辞めた後で結構です、敷地一枚お願いします。ところが橋本総理偉かったです。総理、参議院選挙で平成10年の7月の選挙が負けて総理辞めます。辞めた2月後に私のところに総理が仕切り持ってきました。胸ちゃん、これ町長さんに渡してくれ。これまた橋本さんもやっぱり見てからにポマードでなんかですね、この隙のない人でも人情味というか、さっき森山先生が言った政治家で大事なのは人情味だ、こう言われましたけどもね、やっぱり橋本さんにはそれはあったのかな。こんなことをですね、今思い出しているところであります。杉原中根さんという人がいます。今や人道的外交官でユダヤ人を救った人だということでですね、世界は評価しています。これも皆さん覚えておいてください。1991年平成3年です。私は外務政務次官でした。リトアニア、ラトビア、エストニアに51年ぶりに外交関係を結ぶために私が政府特使で行くんです。そこでリトアニアといえば、あ、杉原中根だなと思ってですね、ふと頭をよぎったんです。同時に杉原さんは外務大臣の訓令命令に背いてビザを出してしまって、それでクビになった。本人はそういう頭作りで外務省を去っていったんですね。私は世界が評価している外交官を日本が評価していないのはおかしいと思ってですね、外務省と向き合いました。当時佐藤という官房長でした。後に中国大使になる人です。この佐藤と3日間やり合いましたね、名誉回復について。外務省の言い分は、戦争に負けていわゆるどの役所もリストラせんといかん、そのリストラの枠の中での杉原さんの退職であったという説明なんです。私は本人は例の件で辞めてもらうと当時の岡崎という事務次官から言われたから、それで辞めたと考えて外務省とは一切連絡を取ってないんじゃないのか、私はここは正直になるべきだと言って、この佐藤という官房長を相当厳しく物言いました。3日前やっとこの佐藤が鈴木政務次官にお任せをしますこう言ったもんですから、私は出発が10月の5日でしたから、その2日前の3日に外務省の井村高官に呼んでですね、杉原さんの奥さん、もう中根さんは亡くなっていませんでしたから、未亡人と長男国際を呼んでお詫びを申し上げてですね、正式に名誉回復したものであります。
私は58年の当選から鈴木宗男が政治家として何をしたかと問われれば、さまざまということはしましたけども、この杉原千年の名誉回復と、あの悲惨な先の大戦で一番大変な目に遭った沖縄、戦後もそれが24年もアメリカの占領にあってですね、苦労した沖縄に報い入れた辻間丸の発見、県道104号線越えの北海道の受け入れ、そして杉原さんの名誉回復は、私は鈴木宗男胸を張って世に話せることじゃないかなと、こんなふうに思っております。私ももう75であります。後期高齢者であります。女房からは早く辞めなさいと朝に言うに言われます。ただ私は国民が最終的に判断するものだとこう思っております。選挙という民主として手続きがありますから、私はバッチがあろうがなかろうが生涯政治家として歩んでまいります。まだ任期も2年残っておりますから、2年近くありますから、精一杯その間はその間で参議院議員としての使命を全うしながらも、2年後どういう状況になっているのか、また女房がどういう心回りをしているのか、あるいは鈴木貴子がどう思っているのかも忖度しながら判断をしていきたいなと、まあ、こんなふうに思っております。私は中学校1年の時、作文で将来の夢というタイトルで政治家になると書きました。夢は夢です。しかし実現できる人はそうそういるものじゃありません。藤原正義という当時国語の先生、一昨年亡くなってしまいましたが、この先生が何かの会合、あるいはいつの会合でも私の教え子だ、そして鈴木宗男君は中学1年の時に私の出した作文のテーマで政治家になると書いた男だ、それを実現した一人の教師として、こんな嬉しいことはないといつも言っております。去年のセミナーで渡した本の中にですね、この藤原先生の話が出てますのでですね、持っている方は一回また読み直していただければありがたいかなと、私はこんなふうに思っています。今日皆さんのおかげにですね、私は成人式の時、阿蘇町で成人式を迎えました。私は昭和23年生まれですから、当時の成人式は満二十歳での式典でした。ですから昭和43年じゃなくて44年の成人式、当時は1月15日が成人式で固定されておりましたから、その阿蘇町の成人式で私は成人式で考えるべきことというテーマでですね、やっぱり一文書いて、それを阿蘇町の広報誌にたまたま掲載されました。20歳の時の鈴木宗男の思いがですね、書かれてありますので、これはぜひともですね、今から55年前の話ですから、55年前でも鈴木宗男はしっかりと前を見てたということ、政治に向き合ってたということをですね、ちょっとかみしめていただければありがたいなと、こんなふうに思っております。先ほど佐藤さんからロシアの話、あるいは多くの先生からもロシアと向き合ったという話をいただきました。私はしっかりとロシアと向き合っていきます。皆さん、日本には遠くの親戚より近くの他人という言葉があります。アメリカとは同盟関係ですから親戚です。しかし離れてます。我々生活するとき、皆さん遠くの親戚より近くの他人と折り合いをつけなければいけないのではないでしょうか。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、隣国であります。
我々個人は隣に嫌な人が散れば引っ越しもできます。挨拶もしなくて済むんです。しかし皆さん、国と国は引っ越しできません。折り合いをつけるしかないんではないでしょうか。それが政治家の考えるべき使命、あるいは果たすべき役割ではないでしょうか。78年前、半年早く日本が降伏していれば、東京大空襲も沖縄戦も広島長崎に核が落とされることはなかったと思います。歴史をしっかり勉強しないで、ただその断面だけを見て、こっちがいいこっちが悪いと判断するのは、私は真の政治家ではないと思っております。私はそれなりに外交は積み重ねた歴史の重みというものを考えながら行動してきました。これからも私は正しい歴史認識の上で正しい判断をしていきたいと思っております。感情でいい悪いは言ってもできません。先の大戦だって日本が戦争を仕掛けたけども、日本には日本の言い分があったのではないでしょうか。争いというのはそういうものであります。ここは皆さん、私はお互い冷静に考えていくべきだと強く思うものであります。鈴木宗男、ぶれずに信念を持って生きてまいります。そして私事ですけども、私ども夫婦今年で結婚50年であります。よくぞ女房は逃げなかったかなと思ってですね、感謝いたします。おそらくね、このくそったれと思ってですね、それこそハイギルのあのそこで叩いてやるぐらいの気持ちもあっただろうしですね、いろんな思いがあったと思いますが、私が逮捕される時も、あるいは収監される時も、しっかりと守り抜き者は守ってくれました。昭和58年1月9日、仲間先生が亡くなって選挙に出るかどうか迷った時でも、女房はこう言ってくれました。あなた、子供の時から政治家になろうと思って夢を持っていたんでしょう。そして仲間先生の秘書になったんでしょう。ならばここは戦いなさい。勝ち負けじゃないんです。筋を通すことです。これが女房の言葉でした。松山千春さんが、仲間先生が亡くなった1週間後でしたね。私は今でも手帳に控えています。午後2時でした。電話を取りました。宗男さん、不謹慎かもしれないが、仲間先生が命を懸けてあなたに与えたチャンスだと思って、ここは勝負すべきでないかと千春さんは言ってくれました。これもとっても私にとっては重い言葉でした。当時小学校1年の次男が、お父さん、帯広で戦おう、帯広行ってもすぐ友達を作る、こう言ってくれました。そして帯広に移ってからこんな激励文を送りました。1年分 B 組のみんなはお父さんの味方です。おそらく子供ながらに私を励まそうと思って書いたものだと思うんです。北海道は当時社会党の強いところです。学校の先生方も北競争って組合が強いんです。その息子に後で聞いたところ、仲間は庄司さん応援してるうちの人手を挙げなさい、鈴木宗男さん応援してる人のところ手を挙げなさい、当時社会党で新村元雄と言いました、志村さんをしている人のうちは手を挙げなさいって先生がチェックしているんですから。ただ息子が本心で言うには、大体お父さん3分の1ぐらいみんな僕だったって言うんですよ。しかし私はそれは引き気味に見てたんじゃないかなと、こう思ってる子供ながらにまた私を心配したなと思うんです。長男なんかは、お父さん、この戦いに負けたら命もないのも
同じです。もし負けたら家族みんなでブラジルに移りましょうなんていうですね、こんな手紙もくれたものであります。まあ当時まさに命がけの戦いだったな、また迷惑をかけたという思いであります。私は昭和58年12月の18日が投票日、当時は2日前の開票でした。翌日の10時半の投票でした。10時半でした。テレビのテロップにですね、鈴木宗男北海道5区無所属新当選確実と出ましたね。今でもあのテロップを維持したいとも忘れたことはありません。それでそのテロップを聞いて、私は秘書に長男次男のいる小学校に行かせました。父さんは当選した、まず子供らに知らせたいと思ってですね、秘書を走らせたものであります。これも今はとっても私はいい判断をしたなと、こんなふうに思っております。その長男次男も今成人してしっかりそれぞれ働いておりますから、ありがたい限りであります。今日娘が司会してくれております。娘が司会して父親のセミナーとかパーティーというのは鈴木親子しかないと思っております。男親男の子での政治家、同時政治家はいるんです。石原慎太郎先生がそうだったし、河野洋平先生もそうでしたね。しかし男親そして女の子が政治家、逆で女親で男の子が政治家というケースは同時というのはないんですね。そういった意味も私はこの巡り合わせにですね、あの感謝したいなと思っております。鈴木孝子まだ37歳です。そして今もう当選4回数えております。よく鈴木宗男の壁を越えれるか、いつ山を越えるかというような話題が出てきますけども、間違いなく私の壁も山も越えれる。私は親子関係の意味で判断するとき政治家だと思っております。また抜いてもらうと困るんです。私が抜ける確信を持って言えるのは、それは鈴木のり子の血が鈴木孝子には入ってるからであります。それだけでも私は鈴木宗男が講演会の皆さん方に見せれなかった景色をぜひとも鈴木孝子には鈴木宗男に代わって見せてほしいものだと思っております。